I challenge. こういうふうに間違えたことない。彼らと僕がまず戦うわけじゃない。そういうわけじゃない。そもそも英語できる。See a dream って言ったらね。Hello and welcome. はい、皆さんこんにちは。大口とカエルです。はい、というわけで、今回もですね、前回の続きとしまして、日本人がよくね、間違いやすい英語について扱っていきたいんですけれども、次のフレーズはですね、私はそれにチャレンジしたっていう表現ですね。この日本語を英語に直した時に、やっぱ多くの人がミスをするということなんですけど、どうですか？なんとなく想像つきますか？はい。やっぱつきます。うん。じゃあまあ一応ね、どういう、ミスをしてしまうかというとですね、I challenged it。こういうふうに間違っちゃうわけですね。まあつまり、日本語でなんかこうチャレンジっていうのは、なんかやってみるって意味じゃないですか。カタカナ語でそのもんですね。なので、私はそれにチャレンジした、やってみたみたいな意味で、I challenged it ってやっちゃうんですけど、これ、彼はどうですか？この表現は。そうですね、うん、やってみたっていうのも全く違うんですね。じゃあどういう意味なんですか？これは私はあれにテストを申し込む、つまりなんか戦えみたいなそう感じですか？まあそうなんですよね。チャレンジっていうのは戦いを申し込むみたいな感じで使われるんですよね、うん、まあなので「I challenged it」って言っても、うん、私はそれをやってみたとか、うん、そういう意味にはならないんですよね、うん、僕たちがイメージするカタカナ語のチャレンジの意味にはならないということなので、じゃあ実際私はそれをやってみたっていうのを英語で言いたい時っていうのはどういうふうなフレーズが使えるんですか？それだったらもう、うん、Give it a go Give it a go、うんうん、なるほど。 Give it a try Give it a try ちょっと聞きますね、うんうん、はい。あと Give it a shot なんていうの。あ、Give it a shot、 そう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 、うん、I gave it a try 言ったら私はそれをやってみたっていう感じになるわけですね、うん、じゃあ今まで出たね表現、うん、やってみるっていう表現は、もう一回まとめるとね、 Give it a go Give it a try Give it a shot、まあ、この3つになると思うんですけど、うん、他に何かあったりしますか？他にはもう Have a go Have a go Have a go at it Have a go at it、うん、なるほど。それをやってみなさいっていう意味にそれもなると。そう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 。ただ一つ気をつけなきゃいけないのが、はい、Have a go at 人に対して使うと、うん、怒ってるとか、うん、喧嘩したとかっていう意味になる、うん、なるほど。 Have a go at someone、 そう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 、人だと怒ってるって意味になっちゃうんですね、はい、で Have a go at 物とか、そう something なんかこうやることとか、うん、やることとかを後ろに置けば、そう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 、それはやってみるって意味になるんですね。はい、うん、まあじゃあ後ろにこうちゃんと使い分けるものをね、ちゃんと人だったら怒るって意味になる、はいで「試すもの」とかやりたいことだったらやってみるって意味になるから、この2つ使い分けてしっかり覚えてほしいですね。はい、じゃあ逆によく使うチャレンジの使い方ってないのかっていうふうなことがちょっと気になってくるんですけど、うん、一応チャレンジを使う場面はあるんですよね。あるある、うん、でどういう感じでよく使うんですかね？It was a challenge. It was a challenge. なるほど。これでどういう意味になりますか？この場合は a challenge なんで名詞ですね。そう。うん。でどういう感じのニュアンスで使ってるんですか？あれは大変だったとか。大変だったとか。あれは難しかったとか。うん。そういうニュアンスで。なるほどなるほど。そうなんですよね。これなんかこう受験の参考書とかでもよくなんか出てくるんですけど、その時は難題っていうそ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 うっていうふうに訳されたりしてるんですけど、まあ要するに難しいこととかね、大変なことっていうニュアンスで使うものということですね。はい、じゃああとなんか他に使い方ありますか？あるよ、うん、It was challenging It was challenging、うん、この場合はですね、チャレンジを ing 形にしてで、まあ、形容詞のように使われているパターンですね、うん、でそれでこれも大変なみたいな、すごい大変なみたいな感じですよね。じゃあまあチャレンジ、うん、でまあ難しいっていうような意味になるわけですけど、まあデフィカルトとかもあるじゃないですか。そうそうそう、まあなんか違いとかって簡単に言えたりしますか？なんかうん難しいけど簡単で言うと、うん、チャレンジの方が、うん、ちょっとポジティブな感じが入ってる。なるほど。難しいけど、これを超えたい気持ちが強い。ああ、なるほど。これを乗り越えてやるんだみたいな、乗り越えたらもうすごいなんかいいことがあるというか、目標が達成されたりとか、そういう感じってことね。ディフィカルトって言ったらどちらかっていうとネギティブかな。なんかもうすごい難しくて、なんか大変みたいな、大変なんかできるかもしれないんだけど、いろんな自分でできないこととか足りてないことがあって難しい、苦手なこととか、そんな感じっていうイメージ。だからもうちょっとネガティブな感じかな。なるほどね。だからチャレンジの方がポジティブなイメージになりやすくて、ディフィカルトっていうのはネガティブにもなり得るっていう感じなのかな。はい。じゃあ、まあ、今話してたのはね、チャレンジっていう、名詞。名詞のチャレンジで難しいこととかそういった意味のやつと、チャレンジ。これはまあ形変わってるけど、形容詞で難しい、大変なってね、そういう意味だよね。難しいけどやりがいのあるみたいな意味の形容詞だったんだけれども、じゃあ、動詞としてのチャレンジをよく使う使い方ってないんですか？一応あるよ。一応ある。じゃあどういう形が使いますか？ I like to challenge myself。I like to challenge myself。これでどういった意味の感じなんですかね。私が自分の能力を試したい。なるほど。試すのが好き。試すのが好き。何か難しいことをやろうとして自分の能力を試したい。そんな感じのイメージ。はい。自分自身の能力を試すっていう感じのイメージで、チャレンジマイセルっていう感じで言えると。はい。じゃあ、なんかこう、例えば難しい試験を受けるのが好きな人とか、なんか難しい競技に参加するのが好きな人とか、そういう人は言えるっていう感じですかね。そうだね。まあ何でもこう、新しい場面で、新しいことで挑戦してみたい人、テストとかもなんかいろいろ受けるとか、キャンプで自分でこう料理したりとか、何でも自分で作って、そういう感じのニュアンス。新しいことを、まあたとえそれが難しくてもやってみることが好きっていう時は、I like to challenge myself が言えるっていうことですね。そうだね。今動詞の使い方でね、challenge myself って出てきたんですけど、これ以外に動詞としての使い方って何かあったりしますか？いっぱいあるよ。いっぱいある。例えば、I challenged Gushi to an arm wrestle。なるほど。challenge、まあ人。で、to 名詞って感じですかね。そう。これだとまあ俺にアームレスリングを挑んだみたいな感じ。そう。まあこれも戦いを挑む感じはありますよね。まあね。アームレスリングでなんかこう勝ち負けというか。勝ち負けがある感じかな。があるもので、もう I challenge you to a race。なるほど。レースで、要はなんかレースを申し込むというか、レースしようぜっていうみたいな感じのイメージね。でもこう勝ち負けでどっちか勝つかっていうニュアンスで I challenge you。なるほどね。ちょっとバトルしようぜみたいな感じのイメージなわけね。はい。じゃあさらにチャレンジの動詞としての使い方っていうのはあったりしますかね。一応あるよ。I challenge Gushi to take the IELTS test。なるほど。僕に IELTS テストを受けてみなよみたいな言ってるみたいな感じ。この場合は別にあれですよね。カイラと僕がバトルしてるっていう戦うわけじゃない感じですかね。そういうわけじゃない。私はもう英語できるから。あ、そうですね。なるほど。ただこう。グシにとってはやりがちがあるんじゃないかって自分は思って、なるほど。で結構英語はできると思ってるし、それやってみろよ。なるほど。IELTSお前できると思うからちょっと受けてみたらどうみたいな感じのイメージになるわけね。これの使い方の場合はあれですね。challenge 人 somebody to be というプラス動詞の原型で人に V するようにこう言ってみるみたいな。難しいかもしれないけどやってみろって言ってみるみたいな感じの意味になるわけですかね。じゃあ、まあ、最後ね、ちょっとまあ軽めのものになるんですけれども、よくね日本人が間違えるものの例の一つとしてはですね、昨日夢を見た。はい。このフレーズを英語に直した時によく間違えるんですけど、もう多分想像ついてますよね。はい。どういう間違いをするかちょっと言ってもらっていいですか。I saw a dream。そうですね。I saw a dream last night とか、そんな感じで言っちゃうわけですよね。つまり、see a dream って言っちゃうわけですね。日本語は夢を見るだから、see かなと思って、see a dream って言っちゃうんだけど、これは違います。違いますね。じゃあ、正解はどういう形になるんでしょうか？ I had a dream。I had a dream。つまり、have a dream ね。この形で夢を見るという、日本語で訳したらね、夢を見るという意味になるということですね。はい。これややこしいのは「have a dream」ってまあ主に2つの意味でね、うん、使われて日本語で言うと1つは単純に夢がある、うん、夢を持っている、うん、みたいな意味でも使えますよね。この場合は、日本語でも夢を持っているとかって言えるんですよね。I have a dream みたいな私には夢がある、夢を持ってる、ね、I have a dream to be a doctor とかだったらお医者さんになる夢を持ってる、これは別に持ってるって日本語でも言うわけですよね、うん、でも単純にこう眠ってる時に見る夢に関してはまあ日本語は夢を見るっていうんだけど、これも英語だと I have a dream, I had a dream っていう感じになるわけですよね。つまり have を使わなきゃいけないと、はい、うんこれなんか結構思ったのが僕なんか逆のことって起きなかったんですか。だから例えば夢を見るって日本語では言うじゃないですか。でもカエラが日本語を学んだ時にどっちもハブで言うわけだから、なんか夢を持った、昨日夢を持ったって言いたくなったりしませんでしたなかった？どうだろうね。でも、うん、確か学校で最初に習ったことで、うん、こういう違いもあるよっていう例が夢を見たっていうのがあった気がするので、すぐ掴んだ。あ、そこはすぐ掴めたんだ。私だった、うん、なるほど、ね、私ね、多分いやなんかいそうですよね、覚えてないんだけどそうだよね、昔の話だもんねいそうじゃない？そうやって間違える人、昨日夢持ったんだって、そういそういそういそうだよね、うん、だからまあこの話って結構こう日本語を学んでる、例えば英語を使ってるね英語話者の人とかにも結構当てはまる話というか間違いやすいんじゃないかなとは思うんですけど。というわけで今回ねいろんなものを扱ってきましたね、うん、日本人がミスをしやすい英語ということで、うん、まあいくつか扱ってきたんですけど、カエラどうでした？面白かった、もう慣れてるから、うん、日本にもう長く住んでるから、ね、日本人の人がしやすいミスっていうのはもう慣れてるもんね。そうそうそう、なんかミスでもなんかああもう普通に受け取るんだけど、うん、あ確かにこれよくあるね。なるほどなるほど、まあ、カエラ逆に日本語話せちゃうからね、あこういうふうにミスしてるんだなって分かるもん。そう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 だから逆に慣れすぎちゃってるのもあるかもしれないけど、改めてこうやって見てみるとねなんか発見があったんじゃないかなと思います、ね、でまあもしねよかったら、まあ、カエラもいろんなこう、まあ、ミスっていうのはね今まで出会ってきてると思うんで、うん、できればカエラが厳選した彼らが選んだこういったシリーズやってみるのも面白いですね。あ、そうね。今まで出会ったこんなミス結構多かったよって話とかも今後やれたらちょっとやっていきたいなと思ってますんで、ぜひお願いします。はい。というわけで今回の動画は以上になります。また別の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye!